石橋翔トランプ氏に会いたい。石破茂首相は6日、官邸で記者団に対し、米大統領選挙で勝利宣言を行ったトランプ前大統領と接点を早急に持つべく努力していきたいと述べた。具体的な日程は調整中とした。その前に首になれわら。麻生に頭下げれば。トランプといえば模擬としみつな。おっしょ、これなまだ接点がないってお前。岸田みたいにすぐ下を向かないだけは評価するやぶにらみだけど。ルックスも大事よな。北朝鮮を笑えん。石破とトランプはうまくいきそうだな。よかったわ。石破で村上を特使で派遣してみろや。ゲルはゴルフするの？ライブスクランブルで言ってたがゴルフはもうしてないって話したが、石破は実はキリシタンでトランプもそうだから、そこからなんとかしてくのではみたいな話してた。高校時代はゴルフ部だった。トランプ安倍派について詳しく聞こうか。世耕あたり全力でゲル潰しに行くなわら。ハーバードでの玉木を総理にした方が良いだろ。国益を考えて辞退しろ。石破政権がどんだけ持つかによるってトランプ側も見極めてくるやろ。なんでまだ接点持ってねえんだよガス。マリオのコスプレしていけよ。努力じゃなくて今すぐ電話しろよ。バカなの？すぐ、渡米してトランプのケツ舐めてこい。仕事やぞゲル。石破俺がやるよ。のダイヤ俺がやる。玉木いや俺も石のどうぞどうぞ。安倍ちゃんが生きてればな。石破じゃ相手にされない。今すぐ行ってこい。麻生連れて行けばいい。岸田は総裁選に出なくて正解だったな。留学生は宝だの言っちゃう人はトランプは苦手だろ。これには岸田も大爆笑。トランプとマブダチだった心臓安倍の性敵の石破ですわら。麻生に土下座しろ。急いで靴の裏を舐めに行くんだ。ハリハリハリー。石破も麻生もトランプとは相性悪そうだよな。てか今日本で表舞台立ってる政治家でトランプ手玉に取れそうな人いない気がする。麻生と高市と石破で会いに行けばいいじゃん。なんとなくソリが合わなさそうなのはわかる。麻生が高笑いしてるわ。石破じゃ無理。ミンスしそうだしな。